というわけで皆さん、今日はオーディアというゲームをやっていきます。はい、おー、もうルールは簡単です。1人のハンターと複数の鹿に分かれてかくれんぼするゲームです。そういうゲーム、はい、かくれんぼ。ハンターは鹿を倒すことを目標として、うん、弓矢持ってるんでね。ドラグショーで弓矢持ってるの、はい、あ、ほんま後ろの、そう、あれで完璧じゃん、タイミングありがとう、完璧の。ほんで鹿はハンターの精神が止むまで逃げます、ひたすらあのハンターには精神ゲージというものがあって、サニティ、うん、そう、まあ、それが苗刺したらいいってこと。あ、そうそう、苗刺していって、もう黙られへんわ。え、産地が下がるためってことは実質ファスモフォビアってことそう、実質ファスモフォビアです。待望のうちのリスナーのね、ファスモフォビアファンたちも嬉しいというわけです。で、正気度がゼロになると家まで帰らなくちゃいけません。家知らないんだ。帰るので、その時鹿は反逆しに行きましょうということで。で、ハンターはこの中の私たちの誰かから選ばれてます。はい。あれ見た鹿？感度早っ。あれ？これ誰か？あ、ミキさんや。いやいや、誰がハンター？あ、ミキさん。ミキさんが。今、なんで名前書いてあったの？ミキさんふんたらって。あ、ハンターリリースドイン。なるほどね。やばい、このゲーム大変なことに気づいた。マウスの感度設定がどれだか分かんない。マウスの感度設定、あのゲームセッティングコントロール、あ、そうか、これかてか今見ましたから、鹿たち、そう、あ、え、めっちゃハングリーゲージ変の早いやん、えぐっ、お前、あ、マジじゃん、マジじゃん。これ本物探すの大変じゃない？探すの大変やな、すごいな。ハングリーゲージがゼロになるとね、なんかちょっとよろしくないみたいで、ちょっとよくさん待ってやばやば、お前目の前で食おうとすんな、あいこいこ、目の前で食おうとすんな、あいこいこ、なんでこっち食うんだもんね。ってことはこのいい長押し、自分のトラップに引っかかった。あ、いい長押しすると自分の違う打席みたいな。あ、すいません、え、どこ俺たちはね、あ、ちょっと待って、俺キノコない、お腹すいた、うじゃい、イクさんもなんかスキルは使えるから、あ、やばい、俺お腹すいた、あ、俺お腹すいた、まずい、あ、なんかそこでの近、なんかそれを置くと近くになんか走ったりした時反応するらしい、飯食ったりした時みたいな。君らが何かの行動を取ると一瞬サウンドセンサーが出るのよ。そうそうそう、あべ、俺した、どれがあれでしょうか。やばこれ、あ、なので行動すると、あ、場所がわかる、ちょっと方向が、じゃあこれ食べると、これじゃない、当たってないのこれ、ミキさん、精神が蝕まれていってる。いや、あいつ兵で移動するやん、あいつ兵で移動するやん待って、これや、鹿仲間、あ、しかも精神ちょっと回復してる、あ、飽きるし、ストレスが発散されてる、いや、これめちゃくちゃ難しい、でも判断するの、うわぁ、え、空行動でもバレんの、トラップ踏んだ時と飯食ってる時に反応する。で、あの、カメラ、置くタイプのカメラはなんか走る時とかも反応するらしい。ミキさん、俺の場所がわかるかな、ミキさん、俺の場所がわかるかな、広いな、ここ、へぇ、ミキさん、わかるかな、どこだ、俺はその鹿かもしれないよ。ちなみに鹿はお腹のゲージがゼロになると、あの、急に二足歩行になるわ。あ、待って、これミスったやつ倒すとめっちゃゲージ減るわ。おーちっ待って、待て、おー、すごい、あの赤いとこはゴールキー、なるほどね、
うわおい勝てよ勝てよ罠が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 勝てよ。いやセンサーでいけ。センサーほらほら待って待てやばい。うわいえ待て時間切れっぽい。あれディアディアウィンしたけど。ディアウィンやわ。ディアウィンなの？時間切れ？何？どっちが何？もうあれ勝ってたっぽいね。うん。勝った。誰か判断？うん？あれこれ名前書いてないってことはカズラちゃん。うわずらはい。おお逃げろ。ポッて。ちょっと待って。待て。思い出された。さあ場所がわかるかな。キノコを食べると、あ気づかれた。マジでさやばいってやばいってなので、ね、これ草を食べてたらちょっと空腹ゲージの減少を穏やかにできると。あそういうこと。やばい待てやられとるやないか。やられたあんだけ煽っといて普通にやられたわ。さあどこや。むずいな。むずいな。高速で移動する鹿がおるんよな。割れたもん。俺のやつ飛んでんの見えちゃったんだ。むずすぎるやろこれ。さあしかし私たちはあと一人隊員がいるのだ。音の波形よくわかんないな。どこでしょうか。あ待って何あっ、それが罠か。これ何個持てるのか。さあなんか林さんのカメラの置き方が。キノコ、目の前のキノコ食べようとしたらカメラめっちゃ追っかけてるからさ無理じゃんってなってたわ。いや方向分かったからそこら辺にカメラ置きまくるだけなんだよこれこれやばいな。あよしよし、俺がハンターだ。これがちょっと、これ鹿の方きついな。ランドマインアクティブ、地雷ある。今地雷あった、地雷あった。うん、地雷あるわ。ほらほら、どこだ鹿。なんかめっちゃポンポンいってる。ほらほらどこだ鹿。あなんかめっちゃポンポンいってる。なんかめっちゃ爆発。えまさかな。わ地雷ある。何この地雷。地雷あのさっきの罠が地雷になってる。えあええ何何えちょっと待ってまさかな。でも寄ってくる怖っ。えまさか。えこっちか。えどっちや。えあ違う偽物や。え分からへん。え全然分からんこれ。でもこれあれだな、仲間の鹿と一緒にいて惑わす方に徹した方がいいやん。なんかえなんかめっちゃいろんなとこで爆発してるけど。爆発してるで。なんか AI の鹿が。あわえ AI の鹿。うわあ。俺も地雷にあった。
だったんやけど。いや自分で死んだんかい。これじゃあつまり巻き添えで殺せること逃げてる時に。やばこれハンター地雷で死ぬぞ。なんやと。あ、ニャクさん。あ、ニャクさん。ニャクが順番に帰ってくるの。いいでカメラ。なんかカメラ何個も置けるから。はいはいはい。なるほど。カメラね。カメラは前動いてあかんのかな。あ、違うんだ。精神が。あれ、ミクさんか。ん？うせえろ。なあ、いやうせえろ、マジで。あしゃ。なんかめっちゃピッピ鳴ってんね。これ何の音なんやこれ。え、撃って、え、当たったやろ今の。え、めっちゃ罠ある。え、罠、え、ちょっと待って、え、あ、当たらんねんけど。え、めっちゃ罠ある。え、罠、え、ちょっと待って、え、あ、当たらんねんけど。当たる、頑張れ。結構判定ね。ちゃんとしてる。あの足の引っ張り合い始まりました。足の引っ張り合い始まりました。マジで。あった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 。生きてる時の判定狭い。お、鹿同士仲間ちゃうんか。やめろってそれ。勝手に聞こえ。マジで勝ち目なくなんだよ。一人殺す結構。これ不利だよな。殺されるとこっち不利なんの。これちょっとこの回復するシステムきついな。回復するシステムきついな。おっと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 取った鹿の肉を拠点に持ち帰って食べるみたいなぐらい欲しい。あーあーもう見えねえ。あ、これハンターも罠に引っかかんのすごいな。え、これどうやって抜け出すのこれ。僕はどうやるやろ。時間が経ったらじゃない。え、めっちゃ長くね、にゃんこさんの罠。え、長すぎるやろこれは。にゃんこさんの罠。いや本当はかかんて。長さも分かれへんやん。ランダムもしかして長さも。あーでもやばすぎ。あ、短っ。何この。罠エグい。罠エグすぎるやろ。ちょっとおもろい。あーやばい、ミスった。やばちょ、罠のせいでもう何もできになったって。場所が…あ、あそう無理だ。さあ、あ、そこじゃない。そこじゃ…あ、わらわら、ミクさん、わらわらわら。いや、もう…あ、わら…ってもう…エゴいって、わら…わら、遅れか…わら、ちょ…わら、やばい。わら、エゴい…自分の罠にかかるやん、このゲーム。でも、あの…こっちはスキャンできるけど、そっちはスキャンできねえもんも。あ、ミクさん反対や。さあ、容量が分かったところから。もう新エリア違う。あ、ほんまや、場所違う、ここ。あ、地雷ぞ、今回、気をつけろ。ほんまや。抜け出され。地雷は今回、地雷か。地雷やばいな。あ、でもあれや、俺、鹿側は、右クリックで場所分かる。そうそうそう。あ、そうや。なんかピピって音。地雷がもうすぐ爆発するぞみたいな感じ。ああ。これ地雷ってさ、踏んだら爆発なのかな。踏んで足離したら爆発なのかな。踏んで、どうなんやろ。殺された瞬間爆発ができるのかな。踏みっぱにしてて。爆発。これ AI の鹿もなんか爆発しよるからな。鹿のそばにいるの怖いな。あんなにプレイヤーの場所分かったっけ、さっきから。お、ミクさん、俺を見失ったのかな。見失った。俺
これは地雷が爆発する。味方の位置見えんの？危ない。俺はどこかな？すぐねーこれ。これ難しいわ。カメラを使わないと。あ、いやわかんねーこれ。地雷やばい。いや地雷ほんまにわからんのよな。こっち側しか使いできねえからな地雷。おぶ綺麗な部屋な。あ、僕か。誰、ね、またその罠か。あ、なるほど、この罠ね。どこ、なんかね、ランダムっぽいよ、時間も。ランダムにしちゃ泣けてよ、この。なんか細かい設定あったやつ、今。マップのカスタムの。あ、そういえばあったな。それいじればなんか変わるかも、ちょっと。待って、長くね？マジで。いや、地雷、ちょっと待って、罠多すぎ。罠多いよ。あれ？このセンサー置かれへんのか？6個ぐらい置けなかった。いやー、また罠やこれ。また罠や。あー、もうなんでこれだけ僕の時だけ長いのこれ。腹立つ、もう。いやー、なんなんこれ。何個やろ？何個ぐらい？あ、じゃあ妥当だわ。もう6個ぐらい。置いたら返しなきゃいけない。ここやばい。いや、もうこれ罠抜け出されへんかった。もう無理やって、僕。え、無理なんだけど。は？罠。やばこれ抜け出されへん。罠やばい。もう罠やばい。なんで僕の時だけこんな長いのこれ。やめてくれ。わ、なんだ。何もしてないのに産地溜まっていってんねんけど。えぐえ。お腹が、お腹が、うわ、お腹が、お腹が、ほら、うわー、わな。おい、早い、俺早い、俺早い。なんでそれ。もう。はあ、よかった。やっとやよ。罠。やっとやけどやね。今奇跡の回避したのにな今。お前。まあ、ここやば。やばい、翼さんのやつずっとうるさい。ずっと罠に引っかかっとる。ほんまや。撃つか。今のは見えた。こっそりキノコ食べようと思ったらバレたわ。俺の死体に集まってくる。ああ、やべえ、間違えた。よしよしよし。お。これわかんねえもん。でもさ、あの、あ、来た。これ俺らもスキャンできないからさ、これ俺らも罠に引っかかりやすくなるんだよ、この状態。あ、そうか、確かにな。スキャンできへんの？この状態な、今の。おー、いけいけ、カズラ。いや、もう僕罠引っかかったらもう抜け出されへんって言って。カズラ、くそっ。あ、やった。あー、危ねえ。誰か反対これ、うん、誰か名前書いてないけど。あ、じゃあ俺じゃねえ、名前書いてない。高井屋さんや。ほんまにないやん、やば。ほほ、マジで。お、あ、ほんまや、ないない。全さあ、私たちは鹿です。平凡な鹿です。おい、誰や、草むらの中にカメラ隠したやつ。おい。
なんてことしやがるんだ。草むらの中にカメラ。大丈夫か大丈夫か大丈夫か。ヤンヤン気をつけろ、なんかカメラが草むらの中に植え込まれてる。ヤンヤン大丈夫か。ほっ大丈夫か。ほっヤンヤン近かったもう。ヤンヤン罠ないとこれができんのね。こんだけ動けるんやろ。バウ。やばい。うちの鹿が一人。お、ちょっと。お、あ、ナイスナイス。うちの鹿が。あ、やべ、見られてた。やばい、鹿はあと俺だけか。うん、仲間がたち、仲間が罠全然ないね。罠ないね。罠ない、けど見つけられへん、罠自体が。ないじゃん。罠ないじゃん。罠どこやろ。ゲージの減りエグいな。いやうわまずまずい。うわピザ始まった。よよ、うまい、翼うまい。ジョイだよ、ハンターさん。なんで？なんで？ジョイやのに。あのプップの音がゲーム終わりの音と間違えちゃった。あ、おい。あ、勝ってたな。うわ、惜しかったマジで。ニャンクの。あ、僕？あ、ニャンクさんハンターや。逃げちゃうよーん。ちょっとおもろいな、罠。罠なしも。マジで罠ないけど。本当にそれ20個もある。いや、20にしたいけど。あるように見えへん。な、全然ない。誰かキノコ食ったな、今。え、ちょっと待って。おぉ、危ねえ。怖っ。いや、音が近すぎてわかんねえな。あんまりカメラ近くに置きすぎても感じある。かなり狭いよな、範囲。俺もキノコ食いで。いや、やめて。でもどこ喋んといて。安全がわかんないキノコ食う、多分産地下がるよ。逆にね、毒キノコ。俺らの空気じゃん、あれ産地だから、ニャムさんの。幻覚が。幻覚見えるか。幻覚がな、いっぱい見えるから。結構引っかかりまくってんだ、カメラ。ハングリーハングリーハングリーめっちゃ仲なる。ハングリーハングリー。おい、どこ行った。うまいな。すがさん、うまいね。なんかこれ才能ある、俺逃げるの。鹿の才能あるわ。確かによう逃げてたけど。鹿の時。あー違う。あ、やばい。え、わかんねえ。あー、もう違うわ。無理。え、そこかよ。ここにもいます。いやもうマジかよ。そっちか。
か。NPC の鹿に紛れんのほんまに辛いわこれ。いやマジてか俺さ紛れてしてたのにニャンクさんが俺ずっとマークして腹減るまでやられた。目の前でメキメキメキって二足歩行しちゃうけど。まあでもそれはありか。時間的にできるもんね。めちゃくちゃ恥に置いた。お、なんだここ。これどこ行ったらいいの。罠なくなったから。でん。罠なくなったら普通にハンター不利になるから。むず。え、どこや。え、なんかめっちゃ食ってる。めっちゃ食ってる。え、めっちゃ食べてるけど。え、めっちゃ食べてんやん。え、どこや。え？みんなもスキャンか。カメラに引っかかった時にこの音が鳴るっぽい。あ、なんか。あ、そうか、これ食べる音は距離で分からんのか。あんまり絞れなかったけど、俺めちゃくちゃ置いたけど。え、分からん場所。薄いな、あれは。思った以上に狭いんだよ、あれ。え？え？さあ、鹿の才能に。俺鹿に振りすぎた。鹿の才能しかない。変な、その逆こっちで。え、どこや。え、え、あ、違う、こっちで マーキングした方がいいんか。私たちは。え、どこや。また違う。え、わからん、マジで。ちょ、ちょ、え、なになに。で、なんで反応すんのに何もおらんのや。反応するのに何もおらん、どういうことや。俺が食うたびにピコンってなってるんだけど、なんかバグってるから。え、いや、だからスキャン入れてんやろ、タイム。え、ちょっと待って、マジで一人もわからんないけど。え、一人もわからん。え、これか、違う。えぇ、ー、違う。えぇ、ー、初めてや。やばい。うわ、怖い怖い。うわあ、全員全員や。マジで分からへんこれ。割と目の前でキノコ食ってたよ俺。マジで。むずこれ。ミクさん。いやあ。結構うまかったんだ。うまかった。いや、うまい。鹿の才能。鹿のな。鹿。やっぱ罠ねえな。罠ないよね。ないな、確かに。よし、まず一人。これ違うか。なんかあんま回復しなかったね。なんか3分か。違う。早い早い、めっちゃテンポ早いぞ今回。アイスターズのそばにカメラ置いとけば、そいつが何かした時に反応するから。なるほど。あ、もうサニティがないんじゃないか。お、おっと、君に決めた。あー、違かった。あったー、よし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 、遠いね。どっちだ、ビザ、どっちぐらい、どっち。俺、こっちだ。あ、違う違う、こっちだ。俺、こっちだ。おい、ちょっと、なんか家のシルエットと鹿のシルエットが一緒にはないけど。うわ、むずいな。それちょっと、もう見てなかった、すまん。ゴール地点におった。あ、山本さんだ。あ、もう一回。うわ、俺もう一回ハンターして。やりたいな、これ。クリアしたいな。うわ、俺も全員倒して。うっ、すみません、マジで自滅だからな、一回。俺も勝利。もう、マジでもうちょっとだったのに。地雷。アラームは終了だと思ったら、お、違ったってやつ。あれだ。めちゃくちゃ食ってるやついて。キノコすくんでた話だったの。あ、1か。
石が石が石がやばすぎやばすわっしゃったやばすぎやばすわっしゃったったやったろ当たった。もう嬉しい。もういいわこれで。もう嬉しい。これからこれからもう十分よ。キノコ少ねえな本当に。なんかただむやみやったらサクサク食ったやつ。つばさん、つばさん無理やな。走ってる音は聞こえへんのか。走ってる音はねカメラにしか乗らない。カメラはいろんな音を聞く代わりに、うん、範囲が狭い。なるほどね。お始まるチェイスが。あよっしゃチェイスむずいわこれ。いやーちょきつくない俺一人。いやでもじゃない。皆さん強いもんな。あいつはうまいなこういうの。俺も時の運だよな。時の運。マジか。タイミングがどうしようもないから。タイミングよかったな。タイミング運じゃなくてさ、君さ、俺の近くのキノコ全部食いながら走るのやめてくれるマジで。ほんでしかもずーっと走ってたよこうやって。ほんでミクさんの裏に隠れたからね俺。ね、まだしかも目の前で死ぬし。あ、地雷や。あ、見える見える。あ、あるわあるある。え、じゃあここにここに出たら全部ここにもう2個あるんだけど地雷。え、じゃあ近いやん地雷。ドン。めっちゃ近いぞ。じゃ地雷怖いわ。な、何地雷の音？え、怖い怖い。じゃあ地雷近いぞ。あった地雷えぐ。踏んだら終わり。踏んだら終わりか。あとちゃんと音鳴らしてくれるんやパンパンって。スキャンモード鳴るんだ。スキャンモード鳴るんだ。ん？スキャンの音聞こえんの。あこの音鳴ってんのかスキャンモードそっちに。あーくそ分かってたのに。あぶれ。うわむず。使ったうちに大移動する。いやこれ鹿結構逃げんの早いな。早いめっちゃ早いで。ぽい。くそ。はや。こうやってる間になんか。どこや。やっとや、俺やっと倒せた。地雷がここ。29m。え？ほー。ちょちょちょ。あほー、そういうことね。それで動かんはさすがにやばいな。あ、違うか。え、どこや？うまいやんけ。今のめちゃめちゃうますぎやろ。あっしゃハンター見えた、動いてるのが。え、嘘、そこよって。やばいやばいやばい。なんでちゃうち、あ、違うやろ違うやろ。届かないか。あの二人地雷にかけようとしてたよ。危ない。あんまり危ない。なんでそんなとこに二人集まってんや思ったら。危ない。危ねえ。